通信高校の現状、実情を喋っていただきたいと思います。はい、毎月レポートと締め切りまでやらないですね。で、6月のレポートを、多分もう20日ぐらい過ぎてる。iPad だから、ポン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 やって。さあ、今回はですね、あれ金髪じゃなくなったじゃないですか。もう、金髪は頭悪いっていう風潮ができてるんで、髪の毛を暗くしました。ほら、青くしたルナさんです。で、なんてアイドルでしたっけ。メガデルフォーゼでしたっけ。メダクルフォーゼ。あ、そうですね、はい。ミラクルフォーゼの青色担当、田中です。青色担当だったんですね。青色担当、黄色い頭してたけど、青色担当だったんですね。青です、青。はい、青色担当で、今、まあ、高校生ですからね、はい、現役高校生って言って、まあ、すごい珍回答を連発したすごい天才なんで。そう、天才です。なんかね、現役高校生なんだから一番できんじゃないのってみんなに言われてたのにできなかったということで、まあ、そう、通信高校に行ってるんです。もう一応、はい、通信高校って一体何するんだって、どう違うんだっていうのですね、はい、知りたいので、その通信高校の現状、実情を喋っていただきたいと思います。はい、ただあちらの目は僕の靴です、これね。はい、はい、これね、紐がね、出てね、すごい言われるんで、このこうなってるだけでめちゃめちゃかかる。紐が気になる。まずどうして通信に行こうと思ったんですか。あの、北海道ですもんね。北海道でした。もともと通信だけじゃなくて、別の美容学校行ってたんですよね。あ、美容学校行ってた。北海道出るときに、北海道が飽きた、この学校行きたいっていう理由で東京来たんです。東京出たい理由で、この学校行きたい、うん、で、東京出たい、東京に行きたいですね。はい、北海道出る理由がなくて、その理由を学校にしようと思って、学校あさって専門学校、で、そのバンタンっていう学校があったから、よし、そこに行こう。バンタンソニョンダン、BTS。 バンタンソニョンダン、え、バンタン、BTS ですよ。そこの学校に行った。あ、なんか聞いたことある。レコールバンタンとか、バンタンデザイン研究所とか。なんか聞いたことある、バンタン。スケボーかとかありますね。ね、学費が高いところですよ。ああ、そう。行ったら、なんか通信学校も一緒に行かなきゃいけないみたいな。はい、それ知らなくて、来て、え、通信？通信って何するの？で、なんかその入学当初はもうみんなでもうはちゃけたんですけど、エスコーという課題、あ、エスコー行ってるんですよ。ああ、はい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 、はい。エスコーとか。なんか夏休み期間に1週間ぐらい通わないといけないみたいな、はいはいはい、それまでに毎月レポートを締め切りまでやらないといけない、うん、で、最終的には12月の15までにレポートを終わらせれば OK だよ。え、美容系の学校、美容系の学校でプラスで通信高校がくっついてると。そうで、高卒認定も取れるみたいな。ああ、なるほど。学校だけじゃ取れないから、はんはんはんっていう話。ただ S、 まあまあ N 校 S 校あるわけですけど、うん、それの S 校がくっついてると。をくっつけられて、こうくっつけられてて、はい。美容学校はアイドルをやっていて、うん、全然行けなくなったため退学しまして。あ、美容学校バンタンソニョンダンは大変、学費高いけど、まあ変な資格取れたんで一回やめまして。変な資格ってどういうこと。ネイル検定を取りまして、もういいやと思って、とりあえずネイル検定で。あ、やってないです。やってないです、全くやってないです、一切やってないですけど、ね、バイトがダメなんでやってないです。あ、なるほど。じゃあ、エスコーは一体どんなことやるんですか。エスコーはレポートやらされますね。動画を最後まで見て問題解く。今何年生になるの。今2年生です。お、2年生で範囲としてどれぐらい終わってるんですか。ゼロです。え、多分 5% ぐらいです。え、なんか進捗とかもあるってこと。え、進捗度みたいな。はいはいはい。で、6月のレポート、うん、多分もう20日ぐらい過ぎてるんです、提出期限。はいはいはい。それが先生から、はい、ね、さっきなんか今日面談でしたけど大丈夫ですか。面談なんて今日知りませんでした。あ、21日経過してますね。ダメじゃん、ダメじゃん、今日。いや、6月のレポート、7月の残り9日ってことで。そう、あと9日。絶対無理だって、6月だってまだ 8% しか進んでいない。教科は何の、いろんな教科あるわけですか。まず場合の数とかあった気がする、さっき。これやりました。数学だ。なんだっけ、集合とかじゃない、集合、はいはいはい、解散。解散集合解散ね、なんか集合系の、はい、数学 A ってやつと、はい、生物基礎、生物の特徴。あ、こういう風に、動画を見てレポート書くんだ。動画最後まで見ないと問題解けない。ああ、問題も出てくるんですか。飛ばせない。あ、それ面白い。飛ばせない、イビジュアルって。あ、英語、いや、何もやってねえじゃん。ちょっと英語、英語何も見てないじゃん。1個しか動画見てない。こういうおじさんが喋ってくる。知り合いだよ、もちろん。この業界は知り合いですから、ね。え、これ誰先生。自分の先生知らない。知らない。英語どれだけできるの、ちょっと後でちょっと学力して。日本史だ。日本史は旧石器時代から止まってる。何も見てないやん。旧石器時代から止まってる。10個あれば10分。一番最初やん、それ。やば。縄文時代とか。
なるほど。じゃあまあ予備校の先生たちの動画が見れるってことか。家庭科。あ、美術もある。美術って映像で見て、え、自分で作んないの？分かんないって。あなただってもう1年やったんじゃないの？その2年生でしょ。 1年やったけど、去年美術あった記憶ない。じゃあ1年何やりました？じゃあ1年。去年はとりあえず12月に課題終われ、終わらず先生に、はい、忙しくてできませんでしたって言って、はい、伸ばしてもらって終わらせました。馬先の店長と一緒に。馬先の店長、バイト先の店長に手伝ってもらいながらやりました。ああ、馬先のなんかみたいな。馬先の店長って、馬先なんだろうって、バイト先のことを言うの。そう、年ギリギリ。留年ギリギリで英語とか何学んだとか覚えてるんですか？あんなにむちゃくちゃだったんでね、もうなんと。動画しか見てない。動画は流しっぱなし。で、だって動画をじゃあ見た後にどうするの？なんかレポート以外テストもあるってことでしょ？もう選択問題しか。ああ、そういうことね。ちゃんとやってる子はね、頭いいと思う。あ、そう、やってもいいと思いますよ。東大入った子もいるし、です、ここから。やれば。やれば。やらない。やらない人ですからね。YouTube 見たいよね。いやいや。こいつか。こいつ何したの？ね、何勉強したか覚えてる？え、多分シーンズとか言ったけど。ああ、はいはい、現在完了形ね、はい、あとはじゃあマットで学力チェックしますよ。そう、じゃあ行ってどうすんの？行って先生の話聞いて、うん、1日丸々テストがある日みたいな。1週間先生の話聞いて最終日にテスト。1週間先生の話聞いて、あ、授業がある？1週間ぐらい、あ、じゃあ3日間のスクリーニングがあって、うん、1日目2日目は先生の話。そう、ちょっと先生の話って何？え、授業。授業でしょ。 ありがたいお話をするとかじゃないでしょ。こうだよとか言うわけじゃないでしょ。まあ先生の話聞いて、うん、授業聞いて3日目に1時間目から6時間目全部テストみたいな。実は授業の内容は何？国数社理英体育美術。美術って言われても1日でそんだけやるの？いや、1日国数社理英なんとか1日6時間7時間とか。あ、それぞれの同じ授業がバンとあるわけじゃなくて1個ずつ授業があるんだ。その後はで、テストでいい点。テストはでもあれだ、当然 iPad。 あ、iPad だから適当にポン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 やって、うん、おいおいおいっていう。適当にポン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 じゃねえ。わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。ただよ、これで高校卒業できちゃうの？もう怖いよ。やばいじゃん、頭の中は中学生のまま。見た目は大人、中身は子供。名探偵コナン。あ、逆だけどね。コメントで書かれてたな。義務教育惨敗。そうそう、義務教育惨敗って書かれてた。ええー、本当にかわいそう。自分授業どれぐらい見なきゃいけないの？いや、ものによる。どれぐらいの授業数があるんですか？動画見なきゃいけない。10分とかもあるし、3分とかもめっちゃ混ざってるから。それがいくつもあるわけでしょ。ちゃんと毎日見ないと終わんないと。めっちゃあるから。詰めても1週間。マジ朝から晩までずっと流しっぱなしなら終わると。ああ。2台同時進行。おい。やめろ、それ。大学生とかがよくやるやつ。これはね、同級生みんなやってましたね。いや、でもいいよ。現状、実情をちゃんと話してもらえればそれでいい。通信は入るべきじゃない。全日行った方がいい。青春もなければ楽しみは。そっか、だって遠足とかさ、なんかないんだ。修学旅行もないと。運動会もない。そのためのバンタンの学校だったけど、やめちゃったから全くない。なるほど、そのバンタンの方では。フェスとかもあったけど、それも全部アイドルのイベントで潰されてるんで。ああ、なるほど。アイドルやってますからね。そうってね、あいつ。また書かれるコメント、誰でもなれるアイドルなんて。そう。誰でもなれる力アイドル。まあ、だから課題はいっぱいある。課題はめちゃ。ただ頑張って同時進行で動画を見て、うん、前日行っちゃえばね、ながらでも授業聞けるから、ね、ああ、そしたら頭入ってくる。入れねえよ、入れねえよそれは。なるほどね、そういう感じなんだ。目開ければ授業切れるし、目開ければ授業切れる。それはいやいや、動画だって同じやっぱあれは質問しても返してくれない、一生してることみたいな。あ、質問とかはどうするんですか？多分先生にメール送る感じ。多分じゃ困るの、それ正しい情報。質問したことないの、全く。でも大学考えてないの？じゃあもうとにかく単位を取るために今頑張ってるけど、高卒にはでもなりたいと思ってるわけ、うん、なぜ？やっぱり、まあ、中卒ってね、なんか語呂が、うん、語呂だから将来の夢がないから。あ、そうなんですね。高卒持っとけば大学専門学校行きたいってなっても行けるから、うん、はい、そうですね。高校卒業資格からだってなるのもちょっと嫌だから、うん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 、今のうちに取っとくのもありかな。なるほど。皆さんにとって役に立ったのか立たないのか、もう自分の高校のシステムすら分かってないので。まず通信行く人は考えた方がいい、ちゃんと、うん、
今の中学校3年生考えた方がいい。まだ時間ある。半年ちゃんと受験勉強すべき。この時間うちは勉強したくなくて北海道から出てきた。受験がしたくなくて、こうなったことですよ。じゃあぜひ反面教師にしていただきまして、じゃあそろそろその中学英語とかもできるのもちょっとねチェックしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。